ろしいですかね。はい、2番手岩永渕剛さんです。よろしくお願いします。剛剛いつだって生き地がある、簡単なこと言う。一日も早くですね、まだ終わらない戦争が終わって、平和で穏やかな日が戻ることになります。改めまして岩永渕剛でございます。ヒリヒリと傷口に眠れなかったよ。行こう。リンリンと泣きながら弾けて飛んだけど、仲間たちとコンピレーション CD を出したんですけれども、 Apple Music ですとかね、 Spotify でですね、なんと全世界に配信されてますんでね、まあ、もしくは岩永渕剛で検索するとですね、出てくると思いますんで。猫がうち2匹いましてね、ハープの、ね、練習するともう発狂するんですよ。歌ってて駅地区出てきたら成功。そうそうだ、まあ、出てくる。執念深い貧乏症が情けねえほど染みついてる。から約3ヶ月かけて就活をしてまして、なんとかね12月の16日ぐらいに内定をいただきました。これから歌う曲はですね、まあ信じればチャンスはつかみ取れるぞいというような、メッセージを込めながらですね、歌ってみたいなというふうに思います。永渕剛さんで Hold Your Last Chance。昔から永渕剛さんのことが好きで、岩永渕剛、最後にんってつければ合体すんじゃんお互いに大変な感じになってなんか一曲一曲の歌詞が重いんでね、なのでちょっと雰囲気変えていきたいと思います。僕らは離れば残すところあと 1.5 曲、1回目はなんか人いっぱいいすぎて飯食えなかったんですよ。2回目は生姜焼き食えたんですよ。で3回目はね、冷やしラーメンね、いつも、美味しい料理を、いただいて、時々配信見させていただいてますけど、ものすごいね個性的な、いつもありがとうございます。私のまんまで責められても、俺は俺を信じてやると、まあこういう曲なんだけどね。知ってるかい？知ってるよ。じゃあ歌ってみるかい？イエイ。土砂降りの雨の中で傘もささずに歩いてた。おお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 
ただあのこの岩永渕剛のこのテーマはですね、弱虫と、愛と平和と男と女ですね。やっぱり弱虫って一人じゃ何もできないんで、こうやってね皆さんと集まってこう何かね、やれることがあればということで、この最後の曲はですね、今こうね、あの終わらない戦争がね、一日も早く終わって、平和で穏やかな来る日が来たらいいなという願いを届けという意味を込めて、この曲を歌いたいと思います。翼をください。ありがとうございました。岩永渕剛でした。